2011年日本グランプリは2011年会1世界選手権第15戦として2011年10月9日に鈴鹿サーキットで開催された。正式名称は FIA フォーミュラ1ワールドチャンピオンシップジャパニーズグランプリ鈴鹿2011。鈴鹿サーキットで行われる会1グランプリレースとしては通算23回目日本グランプリとして 通算25回目のレースである。ドライバーズタイトル争いは、レッドブルのセバスチャン・ベッテルがこのレースで1ポイントでも獲得すれば他の成績に関係なく2年連続チャンピオンが決定する。鈴鹿が大のお気に入りというベッテルは、無難に1ポイントを取ることよりも3年連続日本 GP 制覇でタイトル獲得に花を添えることを目指す。二千十一年三月十一日に、 東北地方を中心に発生した東日本大震災によって福島第一原子力発電所損傷による放射能の悪影響を懸念する声もあった。10月2日にツインリンクモテギで開催されるロードレース世界選手権日本 GP に関して一部のライダーから参加をボイコットする意見が出されたことから第一開催への不安も漏れ聞かれた。そこで ホーム会長のバーニー・エクレストン、日本人ドライバーの小林カムイと、鈴鹿サーキットランド広報である、運のマサルの3名が、第10戦ドイツ GP で記者会見を行い、鈴鹿は完全に安全であること、日本 GP は予定通り行うこと、エクレストンがチケット1500組3000枚を用意して被災者を招待することなどが発表された。日本が、 第二の故郷というジェンソンバトンをはじめ他のドライバーたちからも日本を励ますために素晴らしいレースを見せるというコメントが寄せられた。ヘルメット頭頂部に漢字の絆の文字を入れたベッテルを含め、会一関係者は各々の方法で日本へのメッセージを伝えた。決勝スタート前のセレモニーでは小林が被災地の福島県南相馬市から招待した少女合唱団 MJC アンサンブルのメンバーが、君が世の国家聖書を担当したほか、世界各国からの東日本大震災への応援、協力、援助等に感謝の意を表するため、会場全体で、坂本級の上を向いて歩こうが合唱され、国際放送を通じて配信された。また、エクレストンの発案、寄贈により、現役チャンピオンとドライバー5名のサイン入り絵画が、 震災復興チャリティーオークションに出品された。ポールポジションを獲得したセバスチャン・ベッテル・小林カムイの活躍に声援を送るヘアピンコーナーの観客たち中高速コーナーが連続する鈴鹿サーキットはレッドブレ RB7 に有利と見られていたが、金曜日のフリー走行が始まると、マクラーレン MP4 から26の高調差が際立った。 マクラーレンのジェンソン・バトンが3セッションすべてでトップタイムを記録したのに対し、レッドブルのセバスチャン・ベッテルは金曜日にこの事故で改良型のフロントウィングを壊してしまったため、チームは急遽イギリスからスペアを空輸した。トップ10グリッドを決める予選93でも最初のアタック終了時はルイス・ハミルトン、バトン、ベッテル、マーク・ウェーバーというマクラーレン、レッドブルの序列だった。 しかし、最終アタックではベッテルが、コース幅を目いっぱいに使う渾身の走りを見せ、トップタイムを叩き出した。バトンが更新を狙うもわずか0.009秒差で及ばず、ハミルトンも時間切れで計測ラップに入れず、ベッテルの3年連続ポールポジションが決定した。開幕から続く、レッドブルの連続ポールポジションは15戦に伸びた。 ザウバーの小林カムイは前年の果敢なオーバーテイクショーに続き、この年の予選でも母国の観客を大いに沸かせた。9-1で全体ベストタイムを記録し、9-2でも会心のアタックラップを決めて、久々の9-3進出を果たした。DRS を作動させたまま、超高速コーナー 130R を通過したのは、レッドブルの2台と小林のみだった。 Q3 では小林を含む4台が、レースに向けてタイヤ温存するため、タイムアタックを行わなかった。当初の発表では7位、ミハイル・シューマッハイカ、ブルーノ・セナ、ビタリー、ペトロフ、小林の順だったが、その後の審議により、順位が修正された。レギュレーションでは、複数名が予選のタイムの場合、タイムアタックを開始したものが優先される。 小林がタイムアタックを途中で止めてにピットに戻ったのに対し他の3名はセッション最後にコースインしたが時間切れでアタックラップに入れなかった。この結果小林は今季自己ベストの7番グリッドからスタートすることになった。スタート直後ベッテルを先頭に2コーナーを通過する各マシンピレリの指定タイヤはミディアムとソフトの2種類。 決勝での DRS 計測地点は試験手前、作動区間はホームストレートに設定されている。スタートでは予選2位のバトンがースタートを切り、ポールシッターのベッテルに並びかけた。ベッテルはイン側に車体を寄せて牽制し、行き場を失ったバトンはハミルトンに抜かれて3番手に交代した。バトンは無線で抗議したが、ベッテルにペナルティは下されなかった。 小林はスタートでアンチストールモードが作動して加速が鈍り、12番手に交代した。ベッテルは得意の逃げ切り体制に入り、ハミルトンとの差を徐々に広げた。6周目にはフェラーリのフェルナンド・アロンソが DRS を使用してチームメイトのフェリペ・マッサをかわし、4位に上がった。2位のハミルトンは急激にラップタイムが落ち、8周目にバトンにかわされると、 ピットインし、最初のタイヤ交換を行った。9周目には、ベッテル、10周目には、バトン、アロンソ、ウェバーも相次いで、ピットインし、上位は、ベッテル、バトン、アロンソ、ハミルトン、マッサ、ウェーバーの順になった。12周目、ピットアウトしたセバスチャン、ブエミのフロントタイヤが外れ、ブエミはこのレース唯一のリタイヤとなった。2戦連続で接触したハミルトンとマッサにバトンは、 タイヤの状態が良く、ベッテルとの差を詰めていった。ベッテルは19周目に2回目のピットイン。バトンも20周目にピットインし、ベッテルの鼻先でコースに復帰して先頭に立った。21周目のケイ員手前でマッサがハミルトンを抜こうとしたが、前線シンガポール GP に続いて両者が接触し、マッサはフロントウィングを損傷した。コース上の破片撤去のため、 25周目から27周目までセーフティカーが導入された。レース折り返しの順位はバトンベッテルアロンソエヴァーマッサハミルトン。この日のベッテルはソフトタイヤの保ちが悪く33周目に3回目のピットインを行ったがコース復帰後フォースインディアの2台の後ろでタイムロスした。バトンは36周目に余裕のタイヤ交換を済ませ37周目にピットイン。 した、アロンソも、ベッテルの全2番手で、コースに復帰した。シューマッハは、ピットインを41周目まで遅らせ、ハミルトンとマッサの間に割り込んで6位に浮上した。日本 GP で、初優勝したバトン。予選以外は、完璧な週末を過ごした2年連続チャンピオンを、獲得した、ベッテルミディアムタイヤを履いてのラストスティントは、アロンソとベッテルのペースが良く、レース終盤にかけて、 バトンとの差が縮まった。しかし、バトンは52周目にファステストラップを記録して、ギャップを広げ、53周目のチェッカーを先頭で受けた。今季3勝目、日本 GP では初優勝となる。ゴール直後、燃費が厳しかったバトンは、ピットレーン出口でマシーンを降り、グランドスタンドのファンに手を振った。三位で、チャンピオンが確定したベッテルは、一コーナーのエスケープゾーンで、 ドーナッツターンを披露した。小林はにストップ作戦で入賞を目指したが、セーフティカー導入にピットインを合わせた結果、残り28周を同じタイヤで走ることになり、レース終盤はタイヤが摩耗して、ズルズルと順位を落とした。チームメイトのセルジオ・ペレスはにストップを成功させて、予選17位から8位に入賞し、トロロッソとのコンストラクターズ6位争いにおいて、 貴重な4ポイントをもたらした。ありがとうございます。